それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスと、コーチのうちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは、上手な後衛が全員使っている丸丸ステップの極意。いやー、順子ちゃん教えてもらおうと思います。はい、答えは先に言わないで、はい、置きたいと思うんですけど、はい、上手い後衛たちがですね、試合動画とか見てると結構使ってるから、おステップ皆さんに教えて、あーそれ俺も使ってたってなる人もいると思うし、あ使ってなかったな、そういう動きっていう人もいると思うので、使ってた人はねそのまま、はい、ぜひ使ってほしいし、使ってなかった人は1個ステップワークでボールを打つ時タイミングの取り方みたいなのが増えると思うんです。動画の参考にしてやってみてもらえればなと思います。早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。毎週ですね、木曜日に見て強くなるソフトテニス塾で主催しております、札幌ソフトテニススクールというのがあるんですが、現在まだまだ会員を募集しています。クラスが3クラスありまして、9時から7時がキッズクラス、7時から8時が基礎クラス、8時から9時が応用クラス、レベル別にですね分けてやっています。キッズクラスは幼稚園児から小学校6年生が対象となっておりまして、ボールを打つことよりも運動神経を向上させることをちょっと目的としてですね、いっぱいボールを打ちたいっていうよりは基礎的な運動能力をまず高めとこうというのを、走るだったり投げるだったり飛ぶだったり、いろんなその運動能力があるじゃないですか。それをまあやっぱ小学校6年生ぐらいまで高めておいた方が、うん、中学生高校生の時に間違いなく上手くなる、うん、それをやっとかなかったらダメなのかっていうと、そうではないと思うんですけど、まあ、伸びしろ的なことを考えた時にやってた方が確実にいいよねっていうところは間違いなくあるかなと思いますので、うん、結構キッズに来てる子って少年団に通ってる子も多いんですよね。少年団ではしっかりこうなんか基礎的なボールを打つことなんか教えてくれると思うんですけど、運動能力を上げるってことはあんまりやってないんじゃないかなと、そっちに主を置いたクラスだった、そういうのを自分の子にもやらせたいなとか、テニスだけじゃなくて野球やってる子も実は通ってますよね。そうですね、はい、テニスじゃなくても僕がキッズクラスめちゃくちゃおすすめです、ね、まあ、サッカーだとか、まあ、他のスポーツやってだけど、そのスポーツのためにやらせておくとめっちゃいいと思います。キッズクラスもそんな感じです。基礎クラスはまあ確かに打ち方とかそっちをメインに、応用クラスは打てるようにある程度なってきたところからの点数の取り方だったりとか、戦術的なことをより深く学んでいくっていうクラスになってますので、札幌近郊限定になってしまうので、気になる方いましたら番組下概要欄の札幌ソフトテニススクールのページからチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それではうまい声が全員やってる丸々ステップの極意をですね伝えていきたいと思うんですが、塾長とですねお話ししてた時に、このステップって果たして名前は何て言うんだろうっていうところになりまして、僕らでですねちょっと命名をさせていただきました。そのステップっていうのはリズムステップっていうですね名前でさせていただいたんですが、どういうステップかというと、回り込んだりとかロブで走らされてってなった時に、最後右足でですねタンタンタンっていうこの右足の使い方することあると思います。でこの使い方ですね、このステップをうまい声はですね使ってることが多いので、なのでこのステップをですねちょっとやっていきたいなと思います。まず実際に打ってる姿を見ていただいて、このステップねっていうのをですね分かってもらえたらいいかなと思いますので、まず最初に打っていきたいと思います。今見ていただいたようなステップになります。このリズムステップを使うと何がいいのかっていうメリットをまず紹介させていただくんですが、まず一つですね、ボールにタイミングを合わせやすくなります。ボールを打つってなった時には右左打つっていう感じですね、体重移動を使ってボールを打つっていうのがメジャーな打ち方かなと思うんですけれど、そうなった時にですね右から左に体重を移す、移して打つっていうこのリズムになると思うんですが、このリズムが合わないとですね、あ詰まっちゃったですとか、逆に前に行って、あまだ来ないあっていう感じになってしまいます。なので大事なのはこの軸足で待って、でそこからボールに合わせて
左足でリズムを取って打っていくっていうことがすごく重要なんですが、やっぱりですね、この右足一本で待ってるっていうのは右足の筋力がしっかりしていないと結構疲れるんですよ。なのでこの右足をトントンっていう、ここで少しリズムを取っておく。本来であればグーッタンパンっていうぐらい待っておきたいものを、それだと足が疲れて筋力的に安定しないので、タンタンっていうところで時間をずらしてタイミングを合わせていくっていうメリットがあります。それと2つ目のメリットとしては、打点の微調整っていうのがあります。このポンポンって足をですね、ケンケンしていくわけになるんですが、もしここで打つってなった際にちょっと打点が近いなってなることあると思います。その時にですね、トントンっていうこの少し浮かせることで、あ、近いっていうところでも少しタンタンってちょっと離れれば打点のですね、懐ができて打ちやすくなります。なのでリズムステップを使っていくことで軸足の微調整ですねっていうのができるようになるので、その後つまらないで打ちやすくなるっていうのが2つ目のメリットです。3つ目のメリットなんですが、軸足の方に重心を保ったまま移動ができるっていうメリットがあります。どういうことかというと、ボールにパワーを乗せるとかってなった時に、一旦軸足の方に重心を持っておいて、ここからこの重心を前に動かして踏み込んで打ったり、逆に相手のボールが速ければ右足に重心があるこのままボールを打ったりっていう感じで、基本的にフォアストロークを打つ際には右足に重心があるところからこの重心をどう生かしていくのかっていう話になるんですが、ケンケンとかして右足一本で立った時に軸というのは右足の真上にあると思います。これが真ん中にあるとこういう感じですね、少し左の方に倒れてしまうので、片足で立つことで右足に軸を持ってきやすい、ここに軸を持ってこれるのでバランスを崩さないとか、ここから前に踏み込むのか、この軸のまま打つのかっていう幅が広がるっていうのが3つ目のメリットになります。実際にこの打ち方をね、説明してもらってメリットも分かって、でもどうやってやったらいいのか分からないってね、やろうと思ったけどできないって方もいらっしゃるかなと思いますので、次はその練習方法をやっていきたいと思います。練習方法ですね、3つに分けました。まず1つ目が、片足でケンケンができるかどうかっていうところになります。ケンケンをした時にすぐこうバランスを崩してしまうっていう人は、このケンケンをした時に重心の軸のバランスが悪いっていうことになるので、まずこのケンケンでしっかり動けるっていうのをやっていきます。これは前だけじゃなくてしっかり後ろにも移動できるのがすごく重要です。それこそ回り込みで使う時などは後ろ方向にケンケンしますよね。後ろにケンケンをした時に不安定になってしまう人だとこれは使えないです。なのでこのラインなどですね、いいと思うんですけど、ラインの上を片足でケン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 、これをバランスよくできるか、これができたら次後ろ向きでラインの上をトン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 と、あ、今ずれちゃいましたね僕っていう感じで、しっかり自分の狙ってる場所に足をコントロールできるか、すごい簡単な感じだとは思うんですが、本当にこういうところがまずできないと、ボール打つっていうプラスアルファの動きが加わった時によりずれてしまうので、まずこのラインの上をポンポンといけるように、まずこれ一つ目の練習としてぜひやってみてください。では次、二つ目の練習方法になります。二つ目はケンケンしてボールを打つっていうものになるんですが、打った後左足つかないです。右足に軸がある状態でラケットを振る、こういうことですね。これで振ってバランスを崩さないで打つ、タンタンポン、タンタンポン、こういう練習になります。それではですね、ちょっとこれでボール打っていきたいと思います。お、うまい、ほい、ふう、あ、足がきつい。あ、よ、ちょっと、あ、あ、ほら、はい、きつい、ほら、きつい。この練習やるとですね、もう片足でずっと立ってるので、足がだいぶきつくなってくるかなと思います。大事なのがケンケンをして打った後すぐこうケンケンを続けるんではなくて、打った後はちょっと止まる。
でまたケンケンしてボールに合わせて打ったらちょっと止まるっていうのがすごく重要です。なんで止まらないといけないのかというと、すぐ打った後にケンケンを開始してしまうと軸がですねしっかり正しい位置にある状態でラケットを触れているのかっていうのが分からなくなります。打った後に軸がブレてしまってもケンケンをその場ですぐしてたらこういう感じですぐ調整こうやってできてしまうんですね。でもケンケンをして少し止まるってなった時にバランスが崩れていたら止まれないんです。パンパン、あ、やばいっていう感じで軸がしっかりあるかどうかの確認をするためにも打った後に少し止まるっていうところができていないと確認ができないので、それを意識して2つ目の練習をぜひやってみてください。それでは次に3つ目の練習をやっていきます。3つ目は先ほどですね僕がやっていたようにボールを遠くから投げてもらって回り込みます。回り込む時に一番最初簡単なやり方は最初から後ろを向いた状態でトントンっていうのが一番簡単です。これができるようになってきたら長い距離を走るのに後ろ向きで走るっていうのは効率が悪いので進行方向に体を向けてここから反転してリズムステップができるかっていうこの2つにですねレベル分けていきたいと思います。ではまず最初にこの後ろ向きのままケンケンをするっていうちょっと簡単なやつから打っていきたいと思います。はい、すごい、はい、はい、じゃあはい、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 これができるようになってきたら次は体こっちに向けて反転させるっていうのをやっていきます。おい、よいしょ、いい球、はい、あ、いい球、ナイスナイス、いい球、いい球だ。以上のように練習をやっていってください。難易度的に言うとこれができるようになってきたら実際にクロス展開からストレートにロブを上げてもらってそれを走っていって打てるかっていうですね自分のスピードを上げても同じようにできるのかっていうのがですね負荷の上げ方としては順番としてはいいかなと思いますのでこういう順番でぜひ練習していってみてください。以上です。チンコチ、ありがとうございました。ありがとうございました。ではうまい声がね、はい、全員使っているケンケン、ケンケン、はい、リズムステップ、ね、ケンケンステップ、はい、ケンケンステップ、なんか名前ついてたもんねわかりやすい、わかりやすい、はい、リズムステップってなんか他の使い方もある名前だと思うんですけど、うん、いいんじゃないか、うん、これでリズム取る、はい、リズムステップ何でもいいとは思うんですけど使ってますよね、うん、ステップ特に今日やってくれたような回り込みの場面で見たりするのかなと思うので、うん、ポンポンってこうリズムを合わせるのにすごく有効なステップだと思います。ぜひ、ね、やってなかったという人がいましたらやってみてほしいですし、それ使ってたという人がいたら、まあ、それはそのまま継続してぜひ使って、やってるやってないもあると思うんですけど、やってたとしても精度の問題があります、うん、やってるけど、まあ、精度が低いっていう場合だと、例えばうちのことさっき言ってくれたようにラインの上でしっかりと研究していくと意外と簡単そうでちゃんとできなかったり、そうです、後ろ向きの時も僕1回目ちょっとずれちゃったりしたんで、そうです、あ、意外に難しいなと思って、はい、正確に自分の体をコントロールできるかっていうところも、自分が思った位置に足がこう、うん、来ない、例えばこう、うん、ちょっとずれたとしたらその分打点も少しずれるわけじゃないですか、
結構筋力的にきついですよね、その片足でケンケンするっていうのは、うん、すごく疲れました。疲れますね。僕10球も打てないんじゃないかなと思うんですけど疲れる、疲れますよ。足に疲労がかかっていく、はい、それをじゃあ1試合目はいいけど2試合目は3試合目はってなった時に、うん、だんだん疲れてきてこうなんか飛べなくなってきて、うん、やってくるといつも同じこうポンポンと出すのが、うん、なんか飛べないみたいな感じになると、うん、合わんくてミスしたりとかもある程度と、あとはその筋持久力的なものというのもやっぱり練習で積み重ねていく必要があるのかなと思います。ぜひ参考にしてやってみてください。最後まで見てくれた塾生皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信していますので、まだチャンネル登録をしてなかったという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方は、いいねボタンもよろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやリクエストはコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。